さあまずザブさんがスタート。これは続々とスタートします。これは4位まで勝ち抜けで、1位は、10秒のアドバンテージ、2位が5秒のアドバンテージをもらえます。5位6位の人はハンディキャップなしで敗者復活戦の方に挑んでいただきます。さあ続々とスタート。画面左上コーリャンさん、右上 SKR さん、左下が 1P メソさん、 2P コウさんで、右下が、1P ザブさん、 2P が来ています。さあ最後の37さんもスタート。現在トップは50。さあこれは4名まで勝ち残れますが、1位2位を取ると準決勝ラグに戦えるというアドバンテージがもらえます。まず失速しないことが準決勝へ駒を進める第一条件となります。さあメソさんが61で失速。さあ6位確定。現在トップはザブさんの107。コーリャンさんも100を通過。さあコウさんも100を通過しています。現在トップはコーリャンさん、続いて SKR さん、1位がザブさん、2位がコーリャンさん、3位が SKR さんという形になっています。さあ37さんも100を通過。現在トップと、最下位の差は50程度。これは力のある人が揃った2回戦となっています。さあ200通過で順位が入れ替わる可能性も出てくるぐらいのレベル差です。ザブさん200を通過。現在1位、2位はコーリャンさん、3位がSKRさん、4位がコウさん。一番最後尾から37さんが今200突入。現在トップとの差は変わらず50。さあこの戦いは4位までが準決勝に勝ち抜けます。あと平たく言うと1人が脱落する形になります。さあザブさんが300に突入、オーリアンさんも300に突入。現在2位、エスキャルさん300突入、現在3位。そしてコウさんも300に突入していました。3位と4位はほぼ差がない。さあ最後にスタートした37さんもすでに300に突入。非常にレベルの高い試合になっております。さあザブさんが400突入、現在1位。2位はコウさん、3位がコーリャンさん、順位が入れ替わりました。そして4位が SKR さん。さあ最後尾から今400突入したのは37さん、画面右下 2P。20時突入で順位がまた入れ替わる可能性があります。ほとんど差がありません。非常にレベルの高い戦いになっている。
さあザブさん500突入、現在1位。さあ2位はエスキャルさん、3位がコウさん、順位が入れ替わって4位がコーリャンさん、間を空けずに37さんも20人突入している。ほとんど1位が若干抜けてるぐらいで差がない。600突入時も目が離せない。どういった最終順位になるか。ラブさん600突入1位。さあ差が開いたか。さあ2位はエスキャルさん、3着争いは若干地形が高い。さあコウさん失速、そしてコーリャンさんも600に突入したが、G7 さんがすでに623、これは早い。700突入は誰が、現在この4名は勝ち抜き決定していますが、順位によってはアドバンテージタイムをもらえるんで、ここは非常に順位が大事になっています。さあザブさんが700突入、2番手は誰だ、2番手争いが熾烈だ。さあ SKR さんが2番手、そして3番手は37さん、そして今コーリャンさんが700に突入、ほとんど差がない。2位3位4位、ザブさん快調に飛ばしている。このまま行けば1位も見えている。ザブさん800突入、2番手は誰だ。さあ2番手は SKR さん、そして3番手はどうやら順位変わらずで37さんです。さあザブさんがちょっと飛び抜けているか、何があるか分からない。さあ今どうやったと思っているか、まだどうか分からない。現時点からバッチリは全員決まっているが、順位によっては今後の戦いが厳しくなるか、楽勝がかかってくる。さあ900台突入は誰が一番早い。さあザブさんが900台に突入、SKR さんも来た。37さんも900突入。さあ1位争いはどうやら SKR さんとザブさんの中で行われるようだが、どうだ。さあコーリャンさんも900に突入。ザブさん大丈夫か。ああザブさん971失速、そして1位は現在 SKR さんでしょうか。SKR さんが1位。そして2位は37さん。
がするでしょうか。3位がモーレアンさんという形になります。順位を確定しましたので発表いたします。1位が FTR さん、2位が37さん、3位がコーレアンさん、4位がダブさん、5位が6位がメソさんです。続いて敗者復活を行いますのでしばらくお待ちください。現在の2回戦、勝ち抜けは